勉強以外に仕事人間関係病気などが心配で勉強が手につかないことなどありますかなくはないけれども、まあ、幸いなことに僕は割と少ない方だと思いますね、うん、なのでそうですねそこのメリハリっていうのをいかにつけるかっていうところはかなり課題になってくると思うんですよねきっとね、えー、人間関係でうまくいかないあるいは仕事に 頭いっぱいで勉強手つかないっていうのはしょうがないっちゃしょうがないんですよね。その中でどう捻出するかっていうところはやっぱり腕の見せどころというかそこをうまくそのやりくりすることによって今後それをやりくりするということがまあ自分の、ね、財産にも成長にもなると思うのでねあの大変だと思いますが頑張りましょう。頑張るしかないですよね。 まあそこではやっぱり優先順位をつけるっていうことが大事かなと思いますね自分にとって何が今一番大事なのかどうかっていうことを考えながら優先順位をつけて、えー、まあ、その優先順位低かったらまあ、後回しにするっていうことを意識するといいかもしれないですね